正反対の世界での一日はいかがですか？コメント欄で戻れるなら何歳になりたいか教えてください。この店で何を選べばいいの？アウサイズナイシー、通の買い物客、いいスマホ、泥棒から盗んでやる。これで私のもの。待て、カバンも持っていかないと。ほら、ありがとう。ちょっと、ん？見えないの？そこは乾いてるわ。濡れた方を歩いてくれなきゃ。ちょっと見えないの？簡単に飲食できる特殊な反対マスクです。どの人に来てもらおう。このお店は選択肢がかなり少ないわ。この子にしよう。彼女の体がこのスタイルにぴったり。試着して。あ、並んでる。最後は誰？ここでいいか。ヘッドフォン外して。これでまた聞こえるよ。どういたしまして。最後の人は誰？この人今来たばかりなのに。最初に並んだ人にはもう医者はいらないわね。俺は強盗だ。お、カメラか。マスクを取らないと。銀行強盗の準備完了だ。強盗だ、金をよこせ。お金はありません。いいだろう、少しはあるぞ。金だ、全部持っていけ。急ぐんだ。あ、ありがとうございます。警察だ、動くな。お前を逮捕する。一緒に来い。ご迷惑をおかけしました。残って働くことになりそうだ。言ってるだろ、人間は実在するんだ。信じられない、全部でっち上げだ。証拠を見ろ。ミステリーサークルだ。どうしてできたんだ？彼らだ。地球人は実在する。おお。やあ宇宙人。ああ人間だ。僕だよ。スージーは天井で寝ると高尚な夢を見るようになります。ジャスティン、水をちょうだい。ありがとう。ん？もしもし。パーティーに役者を何人か予約したいの。早く来てね、待ってるわ。こんにちはチャド、おめでとう。はい、みんな待ってたよ。みんなのためにショーをやるよ。僕と同じことをして。さあチャレンジして。めっちゃ楽しい。プロと遊ぶの大好き。さあセルフィーしよう。時間よ、来てくれてありがとう。支払いね。バイママ、あと5分だけ。朝一番にするのは歯を汚すこと。ブロッコリーだ。歯茎にフィットするぞ。歯医者では朝と夜の2分間歯を汚すことを推奨してるし。よし、出かけられるぞ。もしもしドクター。最高の気分だ。最高だよ。電話をもらったよ。どうしましたか？一日中ゲームをしていて最高の気分なんだ。すごい。ちょっと切るとまた恐ろしい気分になるよ。ドクターありがとう。助かったよ。デート2時間後？わかった。じゃあ10分で行くわ。デートだから着替えなきゃ。着心地のいい服で行かないと。メイクも全部落として。汚くなったわ。こうでなくっちゃ。新しいバッグ？紙袋でいいわ。第1ラウンド。アシュリー、連打でスタート。しかしスージー、すぐにライバルを KO に追い込む。よーし、勝利です。このラウンドはスージーの勝ち。
でもトロフィーを受け取るのはアシュリーです。すごいぞ。おめでとう、チャンピオン。負けたね。子供たち、バッグが重そうだわ。手伝わせて。荷物を持つわ。行くわよ。ああ、重い。急いで、ばあちゃん。途中で止まるなよ。いや、みんな、初めての出演ですごく緊張してるよ。このカフェは本当にいいお客さんばかり。一人で歌って踊ってくれるのです。テスト、テスト。よし、マイクの準備ができた。ディナーを始めるよ。みんな最高だよ。ガードマン、クラブへようこそ。規則に適合。そこで止まって。入れないわよ。許可できないわ。あなたはいいわ。お嬢さん、ダメなのよ。家まで踊って帰って。私たちは今日、この二人の修道者の結婚式に集まりました。パストールアレックス、スージーを妻としますか？はい。シスタースージー、はい。指輪を交換してください。ドレスを着た私に与えられた力で、二人を夫婦と宣言します。寒い。手が冷たい。冷凍庫に入れよう。あー、いいねー。なんて寒い冬なの。日焼けには最高の季節。もっと日焼けクリームがいるわ。肌を守らなきゃ。すごく寒い。夏をどうやって暖かく過ごすの。凍えそうだわ。また目覚ましだ。起きる時間やばい。もう遅刻。もっとゆっくりしないと。仕事着に着替えよう。オフィスにはビジネスプロの服にしないと。あー、もう時間切れだ。もっとゆっくりパジャマに着替えよう。ドアを開けっぱなしにするのを忘れずに。これで窓から出られる。仕事の時間だ。皆さん、私たちのチャンネルを登録して動画にいいねをしてベルをクリックしてください。夫婦の愉快な楽しい動画をお見逃しなく。